はい、どうもこんにちは。今回また逆転裁判1,2,3なるほどセレクションから逆転裁判1をねやっていこうかなと思います。前回はあれか、 SL95 事件の資料を持ち込んでザイモンの裁判して、でザイモンの裁判に、まあ、打ち勝って、まあ、ザイモンが、まあ、当日犯人ではないか、人殺してないから別に犯人ではないんだけど、この正しきに扮していたっていうことは分かったんだよ。でじゃあもうホオズキトモエが正しき殺したんじゃないのっていう結論に なりかけたけど、そこでアカネちゃんが来たっていうそこでアカネちゃんがなんか喋り出すから、ちょっとこっからやっていこうかなと思うわ。私ショックだったんです。 SL95 事件がまさかあの青影事件だったなんて。そういえば資料の中にホオズキ姉妹の名前も出てきていたっけ。でもそれで私なんとなく分かったんです。ザイモンさんがあの日何をやろうとしていたのか。だからザイモンさんの指紋は事件に関係ないって。残るのはこれ、もう一つの手の跡ですよね。糸のこぎり刑事の保管庫から発見された血痕か。しかしその手形からは指紋は検出されなかったのでは。でも科学的に調べれば手がかりがあるかも。そう思ってひとっ走り調べ直してきたんです。はあ、それで何が分かったの。いえ。え、残念ですが私の力ではどうにも。いや、まあまあ頑張った。それでおしまい。なんといっても私か弱い女子高生ですから。こっちだってか弱い弁護士なんだけど。でもでももう手がかりはこの手の血の跡しかないんです。あ、 SL95 事件のこと話し始めるわけではないんだ。ここに何か矛盾を見つけないと。なるほどさん、プロだし、あとはお願いします。時間です。答えを伺いましょう。警察局の事件について何かまだ疑問が残されているんですか。それはどうやら弁護側はもう一つの血痕が気になるようだ。ワメンズでいいかな。上面図かな。で言えばこの辺りに付着していた手の跡だな。これに何か問題でも。お嬢さん。なるほどさん、ごめんなさい、私力になれなくて。でもこの血痕に何か矛盾がないとお姉ちゃんは。まあでもさ、十分このなんていうの、この血の跡のさ、それないんかい。それの画像ないんかい。おいおい、それの画像はないんかい。その画像よこせ今すぐ。おいと、このなんかさ、かすかに残ってる指紋じゃないけどさ、あるじゃん、この白い跡、親指の下あたりにっていうところじゃないかな。あとやっぱこの血がかすれてるっていうのはなんかちょっと気になるよね。いかがですか弁護人、これ以上は待てませんぞ。はい、よく考えるんだ、今こそ。え、糸の子刑事の保管庫に残された手の跡。何かないのか。矛盾は、いやもう科学的にもう意義ありしかないじゃん。そんな意義あり、とりあえず押してみて、見てみようか。頑張るよ。なるほど、現場に残されたこの手の跡はおそらく明らかに矛盾しています。おそらくと明らかは並ばないぞ。なるほど、日本語的に。これあれかな、問題なしの方を選んで、なんか絶望の淵にもう一回行った後にダメよ、なるほどくんってなるのかな。明らかに目が泳いでいるようだな弁護士。先ほどから現場の正面像は穴の開くほど見て見つめていますが、そこに何か問題があるのですか。で上から見てもなんかあれだよな。いや、やはりおかしい。上から見ても別に特になくない。
別に人間がつけた血だったらな。まあでもここに手の跡があるのに、なんでその付近には血の跡はないのかってことかな。意図的につけないといけないもんね、だってね。よく見ればこの帳面図、何か足りないものがあります。足りないもの、描かれていないということかな。そしてその足りないものを書き込むことによって、この結婚の意味は全く違ったものになるのです。え、今の言葉が弁護人の言い逃れでないことを祈ります。それでは伺いましょう。今回はやたら証拠品がたくさんある。何かあるだろう。決めてからでよ、お前。足りないもの一体何ですか。足りないもの、でも血は血に関係しないといけないもんな。帳面図に足りないものだもんな。これかな、なんかあるかな。いや足りないものないよな。これだったらもう太陽くんしかないもんな。あ、でもこれよく見たら太陽くんが後ろ隠してんのか。何気なかったけどさ、こんな遅かったっけ。え、こんな遅かったっけ動き。でもこれ見る感じ、でもこれが一番直感、なんて言うんだろうね、やっぱ映像だし全体捉えてるから比較はできると思うんだよ。他のやつだってねえ、足跡的なことかな。いやー、でも前半は特に関係ないもんな。だってこれ別にトランクで見つかったわけだし、てかまあここら辺は基本的にあれだもんな、こっちの警察局の情報じゃないから、まあ、直接的に結びつかないよな。もう映像にかけるしかなくない？これ映像か、まあ、壺もちょっと怪しいけど。壺いるか、でも。まあ、映像さしてもしゃあないもんな。まあ、映像から。壺かな。血がついていたのに書かれてない。本来ここに血がついてるけど、この帳面図には書かれてない的なことか。壺じゃないこれ。壺ぐらいしかないよな。多分他で全部落とし物だもんな。壺行ってみっか。もう絶対違うじゃん。絶対違う。お前早っ。絶対違うやん。やたら証拠があるってことは、それだけ外れが多いということじゃないか。はい、そう落ち着いて思い出しましょう。なぜこの結婚が気になるんだろう。足りないもの一体何ですか。壺じゃないの。いやーでもなー、ああ、これはあれか、正しき道の ID カード使って入ったから関係ないか。ちょっともう、
あ、ちゃ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 三角って突きつけるやん。何やっとんの。だこれダメージないな。これ優しさ出てんな、逆転サイファンの。たまにあるよな、このダメージ、ノーダメージ。これ映像じゃ。違うか。事件があった時の保管室。なぜこの血痕が妙に気になるんだろう。ビデオもダメか。え、でも帳面図ってことは、まあちょっと飛ばすか。あ、行った。いや、まあ太陽君かなと思ったら太陽君だわ。そのベニヤ板がどうかしたかい。太陽君、さすがは将来のマスコットです。彼はその身をもって決定的な証拠を守っていました。どういうことだ弁護人。まあちょっとカメラの映像もね、ずっと隠してたからね。ここには彼がいません。薄っぺらい奴には薄っぺらい友がよく似合うさ。それでは薄っぺらい僕の友達を置いてみましょう。事件当時彼が踊っていた場所はここです。おお。でかっ。太陽君でかっ。あることに気づきませんか。開けれないよな、そんな近くに置いてたら。あることと言われましても。ああ。そう、この場所で太陽君が踊っている限り間入れないってことかな。そうだね、糸のケージの頑固に手の跡をつけることはできない。だと。まさかの太陽君だったな。やっぱ証拠頑固で踊っていたっていう情報が追加されたからね。つまりどういうことなんですか。いや、だから不可能なんですよ。いやいや、だから実際結婚は残っています。いやいや、だからそんなことを僕に聞かれ。お前こっちに移動してないつの間にか。なるほどさん、科学的に考えてみましょう。金ちゃん、時系列が逆だったってことでしょ。あの日の午後、太陽君を保管庫に運んだのは腹ばい巡査ですよね。それ以降後ろの保管庫に手の跡を残すのは不可能。ああ、ということはこの血痕は太陽君が置かれるより以前につけられた。待ってください、いくらなんでもそれは。確かに信じがたい。でもそう考えるしかありません。2月27日、あの日証拠監視では2回血が流れたことになります。なんだと。1回はこの防犯カメラに映っている事件。そうだね、原部巡査が手を怪我したささやかなものでした。そして問題はもう一つの事件です。これだから正しきさんがやられて運ばれたんでしょう。だから太陽君についてるさ、手形を調べようって言ったじゃん一応。もう俺それ考えてたのにさ、出なかったもん。この格闘より以前にも保管室では血が流された。つまりそれこそが本物の正しき捜査官の殺害事件なのです。なこと、その可能性は否定された。確かに防犯カメラの映像は偽物でした。しかしそれだけでは保管庫の血痕に説明がつかない。それでは貴様の言うもう一つの事件は一体いつ起こったというのだ。事件が起こったことを示す証拠の提示を要求する。あれでしょう、唯一じゃあこういうこと。あ、まあまあ先に言っちゃうけど、まあ、俺が散々触れてきたこれでしょう。この7777っていつなんだっていうやつじゃないの。これこそ絶対これでしょ。これは正しきさんに変装した左衛門恭介が原林巡査を傷つけるより以前、あの日の証拠監視ではもう一つの事件があった。
おかんこの血痕がそれを証明しています。では一体その1回目の事件はいつ起こったのでしょうか。その手がかりが必要です。犯行時刻を示す手がかり一つだけある。見せてやるよ。もうこれしかない。時刻書いてるのこれしかないからな。行け。事件が証拠を壊しておきたい以上、この部屋に入らなければならない。そしてそのためには ID カードが必要です。 ID カード、ああ、使用記録ですか。でもここにいるメンバーじゃないもんな、犯人。そしたら原林巡査が太陽君のパネルを持ち込んだ時刻は4時50分か。うん、1回目の事件はそれ以前に起こったわけですから4時40分。はあ、はあ、剣、あなた何ということを。まさかあんただったとはな、剣の坊や。しらじらしいな、証人。分かっているはずだ。考えるまでもあるまい。残念ながらね。考えても分かりません。現場のルミノール反応を見れば、そこで流血があったのは明白。しかし2回目の事件が起こった際、原林巡査も左衛門恭介もその痕跡に気づいていない。つまり1回目の事件の痕跡は隠滅されたわけだ、真犯人によって。被害者を殺害して死体を運び、床に残った血痕を処理する。私に与えられた時間は10分。できるはずがない。そうなると犯行はさらに前に起こったことになります。もう一度記録を見てみましょう。そうなると残るのは一つ、777777777。飛んだラッキーナンバーだねこいつは。しかしそれでは不自然です。被害者自身正しき捜査官が他のやつに入れないではないですか。使用記録がない以上、真犯人と一緒に入った。うん、そっかそっか。そう考えるしかありません。777777777の人物ぞ。密令検事、大至急調べてください。777777777777の人物、 ID の人物を。長一回応用だ、裁判長。幸か不幸か、そのナンバーを調べることは不可能だ。少なくとも今の時点では。まあここにいたら無理じゃないの。一回休廷しないと。なんだって。どういうことだ、坊や。777777777。このメンバーは警察署長以上。いわゆる上層部と呼ばれるグループのものだ。それを調べる権限は基本的に我々にはない。そんなバカな。じゃあ一体。でもガントさんしかいないじゃん。最後まで聞きたまえ。我々に捜査権が発生するケースが一つだけある。上層部の特定人物に公式な容疑が認められた場合ですな。公式な容疑。あんたたちはいつもそうさ、身内をかばい合う。隠蔽と捏造、それが検事局のやり方のさ。私は自らの仕事に誇りを持っている。根拠ない抽象はやめてもらいたいな、証人。抽象？面白い。じゃあ一つだけ質問させてもらうぜ。なんだろうか。あんたじゃない、被告席に座ってる彼女だよ。あんたの言う上層部の代表さ、巴さん。巴さんいんのまだ。全然存在感ないから。バカなこと、彼女には容疑がかかっている。当然 ID ナンバーを調べた。777777777777ではない。そうじゃない。分かってるだろ、坊や。
俺の知りたいのはただ一つ、あの事件のことだけさ。SL9 号事件ですか。接見時答えてくれ。2年前のあの裁判で、あんたたちは本当に正当な証拠だけを使ったのか。出てくんの、友枝さん。出てきた。質問は聞かれたと思うが、接見時。伺いました。2年前、私自身がこの事件の審理を担当した。当然、時として、法の無力を感じることがあった。少なくとも私は。はっ！お姉ちゃん。私は犯罪を法で縛るため、この仕事を選びました。しかし気づいてみれば、縛られているのは我々の方。被告人、あなたは何を言おうとしているのですか？もう一度聞こう。接見様、2年前のあの裁判、あんたたちは本当に全ての証拠を法廷に提示したかい？実際に捜査をしていた俺の目を見て断言できるかい？接見時、まさかあなたは。その必要は認めません。なぜだ、なぜ答えない？まことに恐ろしい犯罪にはこちらも恐ろしい手を使う。致し方のないことです。彼に正当な裁きを与えるため、私は手段を選ばなかった。急に悲しい顔すんなよ。そんな、お姉ちゃん。それがたとえ、捏造と呼ばれる結果になろうとも。はぁ、空気が。初めてこの白飛び春春、初めてだな。つまりそういうことだよ、三つ剣の坊や。なんだと。ああ、騒がしいぞ。静粛に。友さんの発言はあまりにも衝撃的だった。騒ぎ収まらず審理は中断。全ては明日、最終日に持ち越された。うるせえな。いつもに増してうるせえな。再現できてんな、ちゃんと。全然大人かと違うもんな。ちょうどいいし終わるか。ちょっと先見て終わろうかな。じゃあ、あー、こうなるか。じゃあここで終わるか。よし、ここで終わろう。じゃあ、あざした。